ます。フィッシング。はあ。今日はちょっと声を高めに言ってみました。季節関係なく朝一を逃すな。ということでですね、いつもご視聴ありがとうございます。バス釣りアワーとはハードベイトを投げまくる動画です。バス釣りアワー、SNS やってます。フォロー、チャンネル登録、よろしくお願いします。天候は曇り時々、晴れ時々曇り、最高気温17度、最低気温は10度でした。今日は、今朝は暖かかったですね。水温は14度から15度、平均15度ぐらいでした。先週に引き続きですね、同じリザーバーで車中泊をして、乗り込んでおります。先週に比べて暖かかったということでですね、朝一なぎているということもあり、トップで出るのではないかということで、ラインスラックさんの背びれですね、背びれを投げているところです。ただ巻きで結構、すごいペラが回転してくるダブル水車です。で暴れた。ちょっと糸が緩かったですね。 あと竿が若干硬かったような気がします。で、続いて上流に向けて航行中ということで、まあ、先日福岡のですねノックスビルさんっていうアメリカのルアーを、たくさん扱っているお店さんでですね、サーティーフィッシングさんの、ジェイコブ・ウィーラーが使用している、ジャークベイトと、バスマスタークラシック2連覇のハンク・チリーが、デザインした、バークレーのジャークベイトを使っております。で、今投げているのはサーティーフィッシングさんの、ジャークベイトですね。よく見ると目が必死ですね。いつもサングラスしてるんで視線が分からなかったですけど、目が必死すぎてちょっと若干引きますね、自分でも。ロコスペシャルっていうジャークベイトですね。6フィートから9フィートぐらい潜る、9フィートなので 2.7 メートルぐらいですね、潜るジャークベイトです。水髪が良くて、エディースティックですね、65ml プラスのノスフォークコンポジットの竿で、かなりジャークしやすいルアーでした。ベイトスのサイズ的にですね、まあエリ 95SD な感じがしたので、まあレンジ深く潜らせたかったということでアウターウェイトをつけながら、まあ、ただ巻きでも釣れるんじゃないかと思ってこのまっすぐのストレッチをですね流したんですけども、若干なんか深い感じがするなと思ったので、深いし、かつクランクベイト投げたいな。で、あ、そういえば西根さんがチッパー DD ブレードでエビ釣ってはったなっていうことで、チッパー DD にチェンジした感じですね。この、巻いてるところをちょっと見ておいてもらったらと思うんですけど。ドドン!このバス釣りアワーズポイントですね。パイン!チッパー DD ブレードのストップアンドゴーということで、蓄積の高い情報です。止めた時にブレードが余韻でこうゆらゆら揺れてるような感じ、水中撮影をしたことがあるんですけど、
はい、話の途中でした。あのゆらゆら揺れてるのと、あとスローフローティングなので、僕の中でなんか若干こうサスペンドしてるようなイメージですね。で止めた時にゆらゆらでこうパクッと食うんじゃないかなと思って、でさっきの映像でもちょうど止めたぐらいの瞬間食ってましたね。やっぱり止めた時って、あ、でこれお決まりのやつですね、いつものやつです。ヘビーバス釣りアワーの方は、あ、また やりやったなって思われると思います。すっごい顔してます、ね、今日はアサリも撮影も多分撮れてないだろうなと思いつつも、すいません、このすいませんはちょっと撮影に時間をかかってしまったっていうことですいません。あ、やっぱり撮れてなかったですね。30わかりません。7時間経過して、7時間筋トレでした。下半身筋トレしただけでした。いや、日中は分かんないですね。レイトもまあレンジがかなり深いんで、どう釣っていいのかがちょっとディープクランク投げても反応ないしということで、本日のはい感想タイムでございます。はい、セッティング完了でございます。はい、カメラの位置も OK。 はい、お疲れ様です。GoPro の、時間がですね 7H って書いてます、釣れた後にですね一回僕はストップをして、再生し直すんですけど、 7H ってことは7時間釣れてません。朝一釣れてから、見ての通り足がムキムキです。まあそんなことはさておきですね。今日も朝一にトップで、ラインスラックさんの背びれというこのルアーですねで、トップで出たんですけど、バラしてしまいました。で2匹目は、つい最近購入したですね、アメリカのルアーでサーティーフィッシングさんっていうロコスペシャルっていうですね、ジャックベイトですね。3メートルぐらい、6から9フィート、9フィート約 3メートル弱ぐらい潜るジャックベイトで1匹釣れました。これは、アメリカの FA、メジャーリーグフィッシングのもう最強ジェイコブ・ウィーラーが愛用しているらしいです。ミーハーなので買いました。で3匹目はやっぱりこれですね、チッパは DD ブレード、結構投げまくってるんでボロボロです。いやー、まあやっぱり先週もここのリザーバー来たんですけど、朝市はやっぱシャローに刺すっていうのもあって、魚は取れる確率は高いですね。で朝市が終わるとピタッと釣れなくなるというか、まあ魚の居場所がわからないっていうのと、一応今日あのディーパーのですね魚探つけてやってたんですけど、まあレンジ的にもだいたい5メートル6メートルないし8メートルぐらいに魚影が見えてるっていう感じで、まあシャローには魚がいないというか、まあただ映ってないだけなのかもしれないですけど、まあそんな感じで
なかなか昼間に食わせるのがちょっと難しいというか苦戦してる感じですね。スメルトヘッド、が効きそうな雰囲気ですが、ハードベイターバスツリアワーとして悩ましいところです。で、朝一なんでトップで出たかっていうか、まあ、トップが良かったかっていうところですね。今日は、まあ、愛媛のリザーバーなんですけど、あったかかったんです。あの選手よりもあったかくて、で車中泊したんですけど、車中泊でもすごいあったかい感じ、まあ、先週に比べてですね、あったかくて、で朝一着いてもうなぎ、だいたい最近風吹いてるんですけどすごいなぎてて、であったかくて、で夜があったかかったので、あのなんていうんですかね、夜あったかいってやっぱり魚もあったかいイコール動きやすいというか、シャローに安いのかなっていうところで、でなぎてたっていうのもあって、水面が荒れてない分トップウォーター流すと、まあ、あの見つけてもらいやすいっていうのもあって、でトップで、流したら1匹出てですね、ただまあ出た魚もめちゃくちゃではないけど25、6ぐらい、30弱ぐらいのバスですね。で割とここのリザーバーでは久しぶりになんか小さいサイズ釣ったかなって、釣ったっていうか、まあバラしたんですけどかなっていう感じでした。でその後もすごいシャローで、そのさっき言ってたあのサーティフィッシングのジャークベイトで1匹、それも25ぐらいの、結構まあ腹パンで魚食ってる感じがしたんですけど、まあ割とここのリザーバーで釣れるサイズとしては小さい、だから小さい魚も割と動きやすい、朝一は動きやすい状況だったんかなっていう感じでした。でヒーチーパー DD に関しては何メートルかな、 2,3 メートルですかね、シャロー、まあなだらかなこうシャローというかなってるところの、まあストレッチをずっと流してった時に釣れた感じですね。なんか朝一のその、まあ、季節関係なく条件が整えばトップでも出るっていうところは、今日はその自分の仮説というかに当たってたかなっていう印象ですね。でその後はとりあえず、まあ、チッパー DD に関しては西根さんがこの間、あのこの間というか昨日おととい釣られてたので、この時期クランク行くん釣れるんやなぁなんて思いながら、まああの愛媛とカナダなんで全然気温も雰囲気も まあまるで条件は全然違うんですけど、まあ、チッパー DD 久しぶりに投げようと思って投げたら釣れた感じですね。総括とすると、この日中、この時期の日中の釣り方をなんとかしないといけないなっていうところですね。ただまあ、あの本当全国的に見ても愛媛でもあったかい場所のリザーバーなので、季節の進行は多分遅いですね。で水温は15度平均でしたね。先週16、17ぐらいだったのでっていうか測ってないかなとも言えないですけど、まあ体感的にやっぱちょっと冷たくなったかなっていう印象でした。今日は、はい、そんなとこですかね今日は。いやー、7時間釣れへんとちょっと疲れがピーですね。本当にもう風に流されて岩盤についちゃいましたね。というわけで今日はこの辺にしておきます。
アディオス。はい、本日もご視聴ありがとうございました。ハードベイト相変わらず投げまくっております。この冬も投げまくる予定です。チャンネル登録よろしくお願いします。